皆さんは日常的におならを我慢していますか？今回はおならに関するスレを紹介していきます。1本目は電車でおならをしてしまった一致のスレです。主意法は臭すぎる手を電車で放ちしかめつらで隣を睨んで罪をすりつけることに成功。ちょっと臭すぎたやわ。何やってんだこいつ。臭、ゼロやめろや。お前やったんか。隣かわいそう。普通は謝るよね。わいはヘが出たら即すいませんでしたって大声で謝っとるわ。ならするな、電車ならまだマシ、エレベーターだったら死人が出る。極刑に処す。鼻スンスンしてアピール。鼻つまみかマスクの鼻部分締めるアピールもええな。ワイの背でエレベーターが止まったことあるわ。自分で出したのが臭すぎた時は周りをキョロキョロする。一発でバレてるぞ。ワイはドア横立ちでたまにやってしまうわ。同じことやられたことあるわ。マジで死ね。匂いせしそうな顔やったんやろ。上がり階段でヘをこくのはやめろ。座ってるやつの顔の高さにケツを持っていってぶっ破することはよくある。血な宝塚線。そんなん目の前でされたら喧嘩なるやろ。席の角、ドアの側はワイのキルゾーンや。出てくときに音ありでするとグッド。普通背だけ置いて下車するやろ。体調のバロメーター。といったところでこのスレは終了。密閉空間でのおならはあまりにもテロすぎます。次はおならについてのとあるネットニュースがスレ民たちの中で物議を醸しているようです。おならが臭すぎた男の末路。職場の同僚が揃って鼻をつまみ、顔をひどくしかめる。何を食べたらそんな匂いおならが出るんだ？強烈なおならの匂いを理由に職場を解雇されたある男性。米連邦裁判所でこのほど始まる雇用差別訴訟に注目が集まっている。このネットニュースを要約すると、食肉加工メーカーで働いていた従業員の一人があまりにも頻繁におならをしたそうです。しかもそのおならの悪臭があまりにも強烈だったため解雇されたそう。ちなみにその会社の代表の方は、うちは豚肉を加工するメーカーだが、君の放つおならの匂いは完全にそれを超えている。こんな環境では同僚たちも大迷惑、訪問客に対しても恥ずかしいことこの上ない。どうにかならないのかと他の従業員から非難され解雇に踏み切ったそうです。同じ職場で働いていたおなら職員の妻は不当な解雇であり、夫に対する差別行為だとして会社側を提訴したそうです。このニュースについてスレ民たちの反応は、なんというクレーム。よほど臭かったんだろうな。すべての原因は、190キロという巨漢にある。豚肉に匂いが移るかもしれないし。しかし、病気ならしようがないし、なんとかならなかったのかね。臭いおならをする奴への差別と言いたいんだろうが、こんな職場だと他の一般労働者が辞めてしまうわな。小学生レベルかと思いきや異常体臭のレベルかよ。何もしないで190キロにはならないからな。そこへの反省はないのかよ。190キロって一回こいつは貧困で何も食べられない期間を作るべき。ライザップみたいにキュウリ地獄に落ちたらいい。前世紀のボブサップみたいな筋肉中心の180キロとかならともかくな。デブなアメリカ人の食生活を想像すると相当臭そう。臭すぎたら話にならんよね。消化剤でなんとかならんのか。マーキンかかるしな。米国老人ホームの年寄り向けのうんこが臭くなくなる薬があるだろ。米では脱臭機能だけの便座が売れる。口臭ケアの薬飲めばおならとかうんこの匂い消えるよ。タンパク質取りすぎると臭くなる。タンパク質取るなら乳酸菌か食物繊維を取らないと。プロテイン飲んでるとおなら臭くなるから注意な。デブだから炭水化物を大量に摂取してたんだろうね。炭水化物を摂取しすぎるとデブ菌が腸内で繁殖しヘが臭くなる。不当だとは思うが周囲が迷惑なのもよくわかる。これからは臭いがこもらないような仕事探した方がいい。トイレに行かないでおならする時点で知的障害だろ。会社側の肩を持つスレ民が多いようですね。次はおならそのものに関するスレです。ヒコはこの部屋ばいわって察する習慣。なん出すとき一瞬ブレーキがかかる。あつや、金銀財宝が山のように出てくる。出る直前に派手なリーチがかかる。ゲリラ兵を偽装してくるのやめてほしい。熱を持ってる。気体と液体の違い、つまり密度の違いを直感する。尾底骨あたりで止まってる。これ熱さを感じる。違和感を覚える。熱さと液体ぶってる。これに尽きる。あるある。その後熱を持ってる。出る瞬間もリッとする感覚。なんやこのスレ。ピッみたいな音が出る。意外と水っぽい。肛門がぶっと開いて空気の圧を感じない瞬間。なんか重いんよせ。やばいと思った時にはもう出ている。温度を感じた刹那。止まるか止まらないかは一に。熱いやつは自分の怠慢や兆候は必ずある。ほんまのアサシンは気づいた時には水みたいなのがギュッと出とる。発射地点が浅い。ガチなのは熱すら持たないからどうにもならん。ニンニク料理食った後のヘがすげえんだ。プッてはなくバッてケツが叫んで部屋中に匂いが充満する。39度ぐらいの高熱で寝込んでる地のヘは最初からトイレでするわ。絶対アウトやし。ぶっちゃけ冬程度ならセーフだよな。質量がある。ほんま激圧の時あるな。隣のやつすまん。マグマ感あるよな。ほんまにヤバいやつを無理やり押さえつけたら大腸の中でおならが鳴るわ。あれなんやろな。悲鳴や。その前の段階で警告射撃みたいな危険なヘが出るよな。粒感がある。手応えがない。熱い。といったところでこのスレは終了。次はこちらのスレを紹介します。地方南税民、ぶち切れ仲間手を超えてしまう。あ、なんやその言い草は。ボケかす殺すぞブ。草力んだらしゃあない。力んでしまったんやろな。これ好き。身も出てる定期。有名な面白いコピペですね。この後もコピペ合戦は続きます。
幼馴染みの巨乳に媚薬もろうとしたら逆に口移しで飲まされて犯される漫画。昨日それで抜いたわ。詳細頼む。2.3 回寸止めして1時間放置、その後に激しこ射精や静止で過ぎて5分くらい動けんかった。これも好き。ネタを聞いてるのにネタをどう使ったか力説するファインプレイ。素手間違えてそう。ほんとくさ。次のコピペはこちらです。寝るで。ほなまた。待ってくれ。なんや殺すぞ。お休みの中や。中。3月。中。これキモすぎて嫌い。書き込み中に行く南ジェイミン。帯広や矢印札幌って直線距離では東京から静岡くらいあるやで。北海道の広さ舐めたらー。さあ、これ好き。え、これ好き。これ説明できるミスだからほんと好き。南ジェイにやってきたゲハカス。書き込み中に射精してしまう。Wii U以下もあるなこれ。Wii U ですら発売ギュルルはさすがに盛り上がってたぞ。くさ。ギュルルが予測変換に入るってどんなやつやねん。二両目終わりで賢者モード入ってるやん。ジェイミンひどすぎやろ。南ジェイミンは音声入力なんか。これ系お腹痛くなるわ。もっともっとくれケンス。あのさ、じゃあ言うわ。俺は21歳な。それとババアじゃありません。これはきっぱりと言わせてもらいます。残念だったね。それとロリコン批判ババアって考え方やめな。ほんと浅はか。クソが出る。なんやこいつら。笑いが止まらない。これ草生えた。IDW168NT0 矢印こいつマジでムカつく。みんなで無視しよう。小学生かな？女子か。なぜ南ジェイでは定期的に外耳が湧くのか。南ジェイミン、書き込み中に溺死する。でも橋本玉木長なる。でも橋本玉木長なるなめ。なんやレスがうまくか。レスがかけ。草。なんやこれ草。書こうとしてることがしょうもなさすぎるのが卑怯やわ。死にかけの無線連絡みたいで草。バイオかな？最後に伝えたいことがキモすぎて草。うおー、0003017-6809。これほんと好き。何事もなかったかのようにその後も書き込みしてたのすこ。意味わからん。解説ハラデー。広島9点差逆転の時興奮しすぎて開示。実況スレで唐突に電話番号さらした。富士山映ってるけどこれどこや？これすこ。力みすぎたんや。発売ルールはさすがに盛り上がってたぞ。日本語おかしくね。作者台湾人や。確か作者中国人。韓国人だししゃあない。くさ。こういうの素直に楽しめないわ。意外単なんかな。北海道で切れてて途中感じちゃったやつの2番線時にしか見えんのやが。チンケ食べる癖あるからめっちゃ薄くなってるだけ。言うほどけ食うっておかしいか。抜毛症っていうれっきとした病気やで。最初は頭の毛やったけど一部剥げて医者に薬で収まらないなら脇下陰毛にしなさいって言われたからな。医者、言うの。病気ならセーフという風潮。抜くのはいいとしてくんのか。こういうスレ本当好きだわ。深夜に読むとちょうどいい。といったところでこのスレは終了。最後にこちらのスレを紹介します。会社は27分6秒間の女先輩32もうやめてよ。湧いてるんですもん。今日25センチのうんこ出てビビりましたよ。先輩周期心ないの？さっきの出来事や。なんかくさ、微笑ましいやん。6秒は持ったな。25センチは持ったな。ガチで嫌がられてそう。かなりのストレスになってると思うで。こんな奴会社にいたらマジでストレスやわ。なんでも大げさに言ってそう。情が怪物すぎる。逆の立場に立って考えろや。価値観が違う奴に共感論は無駄やぞ。もう会社では我慢しなさいって朝も言ったじゃん。25センチのうんこだけ真実。やだもう、途中で息継ぎせなあかんし6秒は無理やろ。長すぎる。しかしってじゃないから臭くないな。長い日が出た時はブー、経線うっぷぴっな。どうせワイが37歳で先輩が46歳でヘが1秒うんこはウサギうんこくらいの内容が真実なんやろ。超長すぎやろ。マジレッスルと湯船に使ってうんちすれば芸術的な一本クソは出せる。みんなもやってみて。試してみるわ3月。試すのか。うんこではここ1ヶ月で一番いらん知識。万年下痢のワイがやったら湯船がチョコレート風呂になっちゃう。それも産毛が出てるやつ。下の話はセクハラなるで。3秒が最強やわ。うんこがきぜいだが25は和式じゃないと無理だぞ。うんこがきぜいとかいう謎勢力。長いヘだなと思っても2秒やぞ。6秒はやくすぎるわ。もっとヘの勉強しろ。うんこしっとみんわらわらでくさ。炭酸飲みまくりでも3秒やろ。出るんですもん矢印好き。6秒出るのはすごい。真空ヒートるんか。本当の話なら普通に嫌われてるぞそれ。スルーされるよりこういう反応してくれた方が出した側としては助かる。といったところでこのスレは終了。皆さんは時と場合を考えて正しくおならしましょうね。